損保ケアの飾らない就活応援ナチュラリスト。はい、始まりました。損保ケア新卒採用担当の湯浅です。はい、同じく新卒採用担当の安藤です。このラジオはお一人お一人に合った介護サービスを提供する介護の総合ブランド損保ケアの大卒者向けの就活ラジオとなります。第3回はキャリア編ということで、ちょっと皆さんがぶっちゃけ聞きたかった給与だとか評価のこととか仕事を通じて身につくスキルをお話ししてきましたよね。ですね。はい。笑, 笑ってましたね今。カミカミじゃないですか。まだちょっと緊張が覚えてないのかもしれない。カミカミだっていうことを、ね、評価したいと思います。やっぱり、はい、評価したいです。頑張りたいと思います。はい。はい。はい、では今回ですね、2023年の内定承諾者に聞きました、ぶっちゃけこれ聞きたかったランキングの、環境編ということでね、はい、職場の環境関連の質問にねお答えしていきたいと思っています。はい、はい、そうですね。そうしますと、じゃあ最初の質問なんですが、これも結構気になるところだと思うんですけど、はいはい、最初に、配属になる勤務地とか、うん、まあ、事業所っていうんですかね、施設ってどうやって決まるんですかとか、まあ、希望は叶いますかっていうような質問が多くあったんですけど、うん、なるほど、はあ、これは言わさ次第っていうことで、じゃあ次の質問いきましょう。あ、早くないですか。ちょっとそうです、はいはい、もうちょっと丁寧に、はい、失礼しました、はい、まあ、いつもこんな感じなので、はい、はい、大丈夫です、はい、失礼いたしました。はい、はい、うんうん、あ、どういうふうに決まっていくかということですね。そうですね、そうですね、うんうん、一応ルールはあるんですよね。あ、ありますね、はい、うん、まず一つ目は、はい、希望エリア選べますよっていうのがありますよね。エリアが選べる、エリア選べます、はい、関東エリア、うーん、関西エリアとか、関西エリア、はい、合ってます。中部エリアとか、中部、はい、まあ、いろいろ選べますよね全部言ったら ね、あれですけど、はい、エリアが選べますよっていうのと、うんうんうん、あと通勤時間も何分以内っていうのを決めてますね、はい、決まってます、ね、はい、規定にありますね、ね、だからその何分以内、はい、60分以内、はい、新卒は60分以内で通えるとこです ね、うん、ね、なので今お住まいのご自宅から、はい、60分以内で通える場所、はい、なおかつ皆さんの希望エリアと、うん、いう感じで選ぶことができますね、はい、なるほどなるほど、うん、もしじゃあ例えばその自分の住んでるところに施設がなかったとか、うん、帰る場所がなかったみたいな人で損保ケアにそれでも入りたいって思う人ってどうしたらいいですかね。どうしよっかな。そこも評価ですか。良さ判断ですかね。いや、そんなね、良さ判断したらもうめちゃくちゃになっちゃいますよ。もうみんな確かに、うん、全員同じところとかになっちゃったら、ね、大変ですからね。はい、そうね、まあ、そういう人もね、中にはね、うん、いますんで、はい、社宅あるじゃないですか。あ、社宅あります。ね、社宅制度がね、はい、うんうんうん、社宅制度使ったりとかね、はい、しながら。そうですね、うん。社宅制度もいいですよね。いいです。ね。何割で住めるんでしたっけ。最初の半年1割負担。1割負担、うんうんうん、7ヶ月目から5年目までが3割負担。3割負担。5年間対応できるので。あ、いいですね、うん。すごい安いですよね。8万円の物件住んだら 1割ですよ、半年。8000円ですか。8000でしょ ?8000 円で住める。半年間は。そう。あ、それはいいですね。それは給与から家賃引いて、うん、まあ水道とか、はい、水道光熱費、家賃とかで。多分1万何千じゃないですか。ね、じゃあ、あれですね、新卒でも一人暮らしできそうな。ね、うん、できますよね。そうですね。うん、あと結構多いケースとしては、こう、関西とか、例えば東北に住んでらっしゃる方も、うん、関東で働きたいですみたいな人いるんですけど、うん、そういう場合は適用になるんですかね。社宅。社宅？社宅。それも社宅。希望も出してて、なおかつ社宅も借りられるっていう。社宅希望の人は、はい、そう、社宅希望で、うんうん、そうか、社宅希望でエリアは選択できるか。エリアは選択できるんですね。ね、うんうん、うん、そうそうそう。だから、最高ですね。すごい結構、優遇されますね、やはり。ね、社宅はね。うん。いいですね。結構このあたり心配なところもあると思うんですけど、ちゃんとそういった制度とかあったり、エリアの希望が出せるっていうところでですね、ね、当社は。はい。うん、では、次の質問に行きたいと思います。働くときはどんな服装ですか？はあ、なるほど。確かに。介護現場どうでした、岩佐さん。何か決まった服ってありましたか。あ、現場の時ですか。はい。現場の時はですね、最近はユニフォームじゃないですか。あ、はい、そうですね。私いた時ユニフォームじゃなかったんですよ。あ、え、
どうしてたんですか？あ、でも、はい、ある程度決まってましたよ。チノパンに、チノパン、ん？チノパンっていうか、はい、はい。なんかスラックスみたいな、はい、みたいな、ちょっと伸縮性のあるやつで、はい、うんうん。あと、ポロシャツとか着てるかもしれないですね。うんうん、あ、夏は半袖だし、うんうん、冬も、なんだっけ、長袖着て、ポロシャツ着てというか、はい、あ、へー、はい、そういう感じで、はい。なんか、はい、体操のお兄さんみたいな、そんな感じなんですけど。やってそう。大体、大体、はい、チノパンにポロシャツとか、はい、そういう方が多かったですね。なるほど、うん。今もじゃあスタイルとしてはユニフォームは対応されるけど、うん、同じように動きやすい服装でっていう感じですかね。確かユニフォームもあれじゃないですか。ポロシャツありますよね。あります。うん、ありますね。間違いじゃなかったみたいですね。はい、昔から間違いではなかった。間違いじゃなかったみたいです、はい。そうですね、うん。で、あとはなんか入浴介護とかで、こう、うん、濡れてしまうときは、なんかこう、半ズボンと、それからなんか半袖にこう着替えて、入浴介助とかする人もいますよね。あ、そうですね。うんうんうん。あ、着替えてました。やっぱりそうですよね。うん、私も着替えてました。びちょびちょになっちゃうから。はい。確かに。そうですね。基本的にはその施設とか事業所に到着してから、着替えるとか、こういう人もありますので、うん、そういうところで着替えていく方が多いですかね。うん、そうですね。うん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 。そうですね。で、なんか現場でこう、通われるときは、こう、通勤にはどんな服がいいんですかみたいな質問をよく受けるんですけど、うんうん、このあたり、こう、どうですか？ある程度自由かなと思うんですけど。うん、まあね、でも地域の人から見たらね、そこのホームの、まあ、スタッフですね、社員っていうかね、スタッフっていうふうに、まあ、見られちゃいますからね。はい。だから、まあ、うん。チノパンとポロシャツって言ったら、働いてる洋服と一緒じゃないかって言われちゃうかもしれないですけど、その辺が無難な感じもしますよね。そうですね。うん、ちょっと清潔感みたいなのは大事ですもんね。襟付きの、まあ、シャツとかね。はい。はい。着てくるとか。そうですね。男性とかだとそういう感じなのかな。長袖とか半袖のね、うんうんうん、シャツとか着て。カジュアルな感じで着たりとかが多いですがね、うんうんうん。スーツで別に通勤する人ないですもんね。スーツは特にないですよね。うんうんうん、管理者とかだったらね。あ、うん、確かに。営業の仕事もあるし。とか、ね、うんうん、お客様がね、いらっしゃるとかで。対応もあったり。あるかもしれませんけど。うんうんうん、そうですね。うん、今日、ヨさん、なんかシャツですけど、うん、本社の人ってどんな服装が多いですか？そうですね。来客とかでスーツ着たりもしますし、はい、ただ来客とかそういうのないときは、もうオフィスカジュアルとか。オフィスカジュアル。うん、はい。ですかね、うんうんうん。そういう感じかな、ね。まあ、スーツじゃなくちゃいけないっていうのもないですしね。はい、オフィスカジュアルでっていうような感じになってるんで。結構、そうですね、はい。そんなカッチリしてる感じではなく、うん、基本自由な、うん。そうですね。はい。感じですね。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、以上でね、はい、本日の会話終了したいと思いますけれど、はい、今回のね、総括をしていきたいと思います。はい、新卒でね、入社される皆様の、配属先、勤務地については、すべて岩佐が権限を、ね、決めていくっていう。語弊が語弊が。あ、間違えました。はい、はい、もう一度行きましょうか。あ、ここじゃないか。間違えました。二行目から言わなかった。僕の、台本だとそういうふうに書いてあるんですよ、ね。フリーでしたね。すいません。ちょっと、はい、あれです。はめられるところでしたね。すいません。エリアの方は、100%。はい。希望が叶いますよっていうところと、はい。あとは通勤も、60分圏内でね、うんうんうん、通勤できるような場所でと。うん、というところと、はい、もしも、間に合わないとかっていう時には、うん、社宅制度もね、はい、ありますんで、そういった制度を使いながら、配属先を決めていくというような形です。はい。うん、で、あとは、働く時の服装ですかね。うん。現場で働く方は、まあ、チノパンとかね、チノパンじゃない、もう制服があるのか。そうですね、制服があるんで、はい、基本制服をね、着用いただいて、うん、はい、業務にね、入っていただくっていうような形に、はい、なります。はい。はい。わかりました。では、今回もあっという間に時間が過ぎてしまいました。ここで皆さんにお知らせです。ヒソンポケアでは、人生100年時代は人生レベル100時代だ。と、年を重ねる先輩たちをサポートしてくださる、大卒の採用を積極的に行っております。ヒソンポケア新卒採用と検索いただくと、当社の新卒採用ホームページをご覧いただけます。また、リクナビ、マイナビのいずれかでもエントリーが可能です。そして次回の配信についてお知らせをいたします。
次回も引き続き2023年の内定承諾者に聞きました。ぶっちゃけこれ聞きたかったランキング環境編でお送りしていきます。ここ毎回あれですね、私なんか話しとけばいいですか。いやいや、多分台本になんかここで絶対噛むとか、ね、そうですね、書いてあるかもしれないですね。おかしいな、はい、じゃ次回もちょっとそこは期待してやっていきたいと思います。はい、します。はい、で次回は、介護ってブラックなイメージあるけど、はい、何時から何時まで働くの、ね、うんうん、もう帰らしてよ、うんうん、休日出勤なんてやってらんねえよ、あるのそんなこと言ってたら気になっちゃいますよね。でもここはというような質問にもね、答えていきたいなっていうふうに思ってます。はい、はい、介護ってどうしても人員不足だったり残業が多いイメージがあるかなと思いますので、まあ、その辺も詳しく皆さんにお伝えできればなと思ってます。それでは本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。